おはようございます。1月14日土曜日、新聞コラムの読み合わせを行います。今日の産経名の表題は次のように決めました。結婚しないできない人たちの先は日本消滅ちょっとショッキング。では読みます異次元の少子化対策に挑戦する。出生率を反転させなければならない。岸田文雄首相は4日の記者会見で強調した。確かに今のままではアメリカ電気自動車大手テスラの最高経営責任者イーロン・マスク氏が去年5月にツイートした、日本はいずれ存在しなくなるだろうとの予言は現実のものとなりかねない。昨年1年間の出生数は過去最少だった令和3年の81万1622人どころか77万人まで急減するとも予想される。まさに日本消滅の危機であり、首相が1経済支援、2子育て家庭向けサービスの拡充、3働き方改革の推進の3点について具体策検討の旗を振るのは理解できる。ただ少子化の背景にあるのは、政府が指摘するような若者の経済的不安や長時間労働など、結婚、出産、子育ての希望の実現を阻む要因、加藤勝信厚生労働省ばかりではあるまい。何しろ平成に入る前は生活が苦しくても多忙でも9割以上の成人が結婚していたのだから。それが現代では男性の4人に1人、女性の6人に1人が未婚のまま一生を終える。なぜなのか。山口英子さんの小説「婚活食堂」でハッとさせられた言葉がある日本人は恋愛結婚に向いていない。日本人は恋愛ベタ なのよ。勝っては年頃になると、本人が特に何もしなくても職場の上司や親類、近所の世話焼き仲人ら、年長者が出会いの仲立ちをするシステムがあった。ところが見合い結婚は 5% かそこらにとどまる恋愛結婚至上主義の世の中になった結果、自ら結婚相手を獲得できる恋愛つわもの以外は弾かれてしまった。既婚者への支援も有効ではあろうが、望んでいても結婚できずにいる層への異次元の対策も国として検討してはどうかと愚行する。令和5年1月14日土曜日、産経名の読み合わせを終わります。今、現在日本1億3000万、3000万切ったんかな、1億2000万、だんだんと減っていって日本が消滅するという危険性があります。皆さん頑張ってください。皆さんって若者頑張れ。今言ってる講座の中にも若い女の子が2人いてるんですけど、
先生などに若い男の人紹介してって今やってる算段中。日本人でもなくてもいいし、中国人でも外国の人でもいいという積極的な人もいます。皆さん若い人頑張ってください。以上です。